ごめんください。こちらの家の代表の、鈴山です。追い出すの？いや、一応勧告と、あとその後の住居の相談なども兼ねて。前にも何人か来たけど、結局追い出せてないから。ここまでやってさ、追い出しちゃったらもったいなくない？この家も含めて空き家にですね、勝手に住まれてしまうとまずいんですね。ですから一人一人に新しいお家をご紹介して、で村の住人として身分をはっきりさせて。そういうのが嫌な人がここにいるんだよ。暗くなったら帰れないよ。その時は、その時泊まってきなよ。いつからここにいるの？いつからかな、忘れた。矢島くん。あ、はい。泊まってくるんだよね。今日のところはお世話になります。まあ、皆さん追い出せそうにないんで。俺たちを追い出そうとしてんだよ、この人は。じゃあ鈴山さんが他の家行けばいいじゃん。私さ、はい、今日出てこうと思うんだよね。